さあサム、ペンと鉛筆がいるわね。他には？勉強なんてしたくないよ。頭を鍛えなきゃダメよ。それに新しいことを学ぶのって楽しいでしょ。退屈だよ。退屈なトピックで退屈なノートで退屈なペンを使って文を書くなんて退屈すぎだよ。あは、なるほどね。可愛い筆記用具で勉強を楽しくしましょう。おいで。こんにちはみんな、今日は可愛い筆記用具を作るの。学校生活を面白く楽しくするためにね。そうよ。さあ何から始めようか。君が買ってくれたノートからにしない？いいわね。でもまずは準備。いいね。柔らかくて素敵な布を選ばなきゃね。もう全部の部分の線を書いておいたから、あとは切り取るだけで OK。 ハサミがいるよね。そうよ、みんな気をつけて切ってね。今回のクラフトでは足が4つ、耳が2ついるの。すべての部分が2枚ずつあるから、それを裏側から縫い合わせるの。そしてひっくり返すのよ。永遠にかかっちゃうよ。やり方を見せてあげるわ。どう思う？うん、この可愛い糸持ってきたよ。ありがとう。針はこれね。みんな、尖った針を使うときはよく気をつけて。おもちゃじゃないからね。それか、このステップは大人に手伝ってもらってもいいわよ。このハサミ、もういらないよね。うん、また使うわよ。なんで？もう全部切ったじゃない。ええ、でもハサミっていろんな使い方ができるの。例えばこうやって裏返したり。ああ、なるほどね。賢いね。おしゃべりしてないで手を動かして。ほら、素敵でしょ。もうすぐできるよ。今度は最後のページを開いて、この2つをくっつけるの。みんな安全第一よ。グルーガンで火傷しないようにね。うん、スー、僕のパートはできたよ。やっとね。みんな、ちょっと魔法使ってもいい？わあ、どうかしら。スー、すごいね。でもさ、考えたんだ。しっかり閉じる方法はないかな。みんなに僕の絵が見えちゃやだよ。あなたがずっとおでこにつけてるものを使うのよ。えい。そうそう、知ってるよ。何か足りない。えい。そうそう、これ。僕もあるプロジェクトに取り組んでてさ。笑わないでよ。ハラサム、すごいじゃない。やった、ありがとうす。書いてみましょう。しおりのないノートなんてないよね。そうよね。勉強してるときは最後のページを探す時間なんてないしね。えい、うまくいったわ。みんな簡単すぎてびっくりするわよ。なんでもいいから好きな動物を描くの。サムチン。え、ここにいるよ。さっき絵のこと言ったでしょ。絵のうまさを見せてくれない？目を閉じててもできるよ。あら、そう。あ、それとね、テーマはクマにしてくれる？しおりが統一されるように。あなたなら素敵なクマが描けると思うわ。いっぱいいるの。みんな、ここに2つ切れ目を入れるの。でもカッターを使うときは気をつけて。スー、僕がどんなクマを作ってるか当ててみて。そうね、色が白いから多分北極グマじゃない？当たりかな。違うよ。もう一回チャンスをあげるよ。サムチン、もう見せてくれてもいいんじゃない？パンダだよ。みんな、当たった人は高評価してね。この可愛いしおりのセットをもう一度チェックして。ララ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 。そう、何してるのさ。答えないで、当てるから。小さな星が2つ、それと何か。サムチン、見えないじゃない。何だと思う？当ててみて。そうだね、ブローチかい？今日は筆記用具を作ってるって忘れたの？アクセサリーじゃないわ。すー、気になっちゃうじゃない。すっごく可愛いクリップ。よく見て、布をクリップに差し込むだけじゃなくてくっつけるのよ。私の好みからすると可愛さが足りないわ。うん、でももうちょっと何か足したら。スプ
プリンクルはどう？星がカップケーキみたいになるの。こういうの？サムチン違うってわかってるでしょ。もう一個誰かがクリップを作ってくれたらいいんだけど。スー、僕みたいなスライムがいるんだから他の誰かはいらないでしょ。騙されやすいんだから。このステップは必要なら大人に助けてもらってね。最後はこれよ。サムずっといないわね。サム、どこ？ここだよ。面白いクリップだよ。わあ、みんなこの可愛い子たち見て。この布何さ、ノートはもうできたじゃない。これは違うものを作るのよ。中に綿を詰めるの。みんな、学用品は前にもいっぱい作ったの。見たい人はチャンネル登録してね。さあ、詰めていくわよ。こうやってこっちにも少し入れましょう。はあ、君が普通の布で可愛いものを作ってるのを見てたらワクワクするよ。喉が渇いたな。あれ、空だよ。その缶捨てないで。あ、この目、見て。缶？空だよ。そうなのよ。でもできるだけリサイクルするって決めたでしょ。環境のためにとても大事なことだからね。だってあなたがしなかったら誰もしないじゃない。そうだよね。僕らはたくさんいるけど地球は一つしかないからね。その通りよ。さて、もうあとちょっと縫うわよ。このストローも使おうよ。サムチン、それで足を作ってくれる？世界一素早く作れるのは誰だっけ？もちろんあなたよ。いつも間に合うもの。最後の仕上げよ。そうそう、これよ。かわいい足、見て。スー、攻めるわけじゃないんだけど、それ何の動物なのさ？小さなかわいい羊さんよ。すごくかわいいね、スー。みんな、この子をよく見てみて。みんな再会するわよ。今回は消しゴムを可愛くするの。スー、この古いメイクスポンジ見て。いい色、使えそうじゃない？よーし、あーごめん、めちゃめちゃだ。あら、サム大丈夫よ。どうせ切ろうと思ってたから魔法を使うわね。えい、見てみんな、もっと可愛くするための仕上げをしましょう。最大級の可愛さにしないとね。ええ、できたわ。これが今日最後のクラフトよ。だからキラキラがいっぱいいるんだね。私は忙しいからそれを接着してくれる？もちろん。このユニークなバインダーを閉じられるようにしなきゃね。今回はマジックテープじゃなくてマグネットを使うわ。そうそう、いい感じ。いつまで待たせるのさ。もうできてるよ。楽しんで作ってくれたみたいね。みんな見て、この可愛い子。手もつけてあげましょう。一つ目はここ、そしてもう一つはここ。こうやって、これでバインダーが閉じられるわ。わあ、見てみんな、バインダーを閉じたら目をつぶってるみたいに見える。かくれんぼしてるみたいにね。信じられない可愛さだね。今日のクラフトを全部もう一度見てみよう。
ノート、うん、よし、しおりが何枚か、よし、えい。ねえサム、何してるの？明日の学校の持ち物を準備してるんだよ。あら、勉強に前向きになったのね。もちろん、こんな可愛い文房具があればどんな授業だって楽しくなるよ。みんな、今日のクラフトが気に入った人は高評価してね。ベルのボタンを押して次の動画を見逃さないようにしてね。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。